おはようございます。リキューです。ウェルジングアワー、朝のウォーキングラジオをスタートしてまいります。皆さんお変わりございませんか？東京を流れる隅田川のほとりを歩きながら、年を重ねるエイジング、その先にある介護情報をお伝えしております。朝、5時に目を覚まして、5時半くらいに家を出て歩き始めると、もううっすら目を覚ました時にはまだ暗いんですね。そして外に出るとゆっくり朝が明けてきて太陽が昇ってくる。そしてその朝日が隅田川にこう映し出されている風景っていうのを今この10月の中旬の季節に楽しんで歩いていますが、歩き始めるとすぐ明るくなって今は穏やかな、青空というか雲が多いんですよね。そこから雲の間から光が差し入ってきている、そんな朝です。隅田川もゆっくり流れていて風はほとんどない、そんな一日になっていますね。昨日ちょっと違う場所からライブを収録してみたんですね。同じ隅田川のほとりなんですが、隅田川にはいくつの 橋がかかっているんですね。例えば神谷橋、それから新田橋、豊島橋かな、江北橋、もっと先に行くとずっと橋がかかっていて、その当然橋は朝といえども車が通るので車の音がします。でちょうど今日もその間くらいで耳を澄ましてみないと実は聞こえてるけど気にしていない音っていうのがあるんですね。それはやっぱこの交通騒音って言いますか、そういう音っていうのはずっと聞こえてるのであまり実は意識していない。ただ後で聞き返してみると、録音を聞き返してみるといろんな音が入ってるってことに気がつくんですね。こんな音が入ってるんだ。一つは今申し上げた道路を走る車の音ですね、走行音。そして意外と気がついていないのが鳥のさえずりです。耳を澄ましていないと自分の意識が受け止めない音がたくさんあるんだなというふうに改めて思いました。なぜなら昨日ちょっとこのライブ中にですね、音が少しいつもとは違うなというか聞こえない、低いというちょっとご指摘をいただいたので、ちょっと自分で聞き直してみると、何が原因なんだろう、自分のマイクとお話の位置っていうのはさほど変わってないのに届いてる音が違う中に実はたくさんの音が入っていた。耳を澄まして意識をして耳を傾けないと、要は聞こえてるけど自分の脳が捉えてない音がたくさんある。でもやっぱ機械マイクとかそういうものはしっかりその音を拾うわけですよね。ですから今私が鳥の声って意識すると鳥の声が聞こえてくる。道路の走行音というとそれがちょっと気になるということが起きる。でふと忘れるとその音が実は自分の意識から消えていく。でも無音じゃない中で人に目がしている。これ都会に住んでるとずっとそういう、全てが騒音と言わないんですけど、様々なそういう音に囲まれて暮らしている。それがずっと蓄積されて脳にストックされていっている。じゃあこれが山の中とか海のそばだとか、あるいは田舎だったらどうだろう、無意識で聞こえてる音が全く違うんだなというふうにちょっと改めて思った。このライブを聞き返してみてですね、で指摘をされて違うんだということを改めて思いました。意識して耳を澄まして聞いてみる、これを今日のちょっとお話のテーマ、この不満の理由というのをちょっとお話をしようと思ってるんですけど、鏡の法則とかそういう本を書かれている幸せと、自己実現の心理学と
というものを提唱されている野口義則さんのお話を YouTube などで聞くことが多いんですね。で、今日も少しちょっと聞いているんですけど、例えば家族の中で起きる不満とかありますよね。それはお客さんの不満、あるいは介護の中で起きる不満、入居者さん、あるいは利用者さんというふうに言われている人たちの不満、それがクレームになってくるとか、あるいはお話をしてくれなくなる、介護稽古が始まる時の不満の理由っていうのは、まあ、たくさんあると思うんですが、特に家族の中に起きる不満というのは、多くはですね、これは野口義則さんが指摘しているんですけど、お話を聞いてくれないという不満が結構大きくて、そのうちコミュニケーションが取りづらくなって関係性が良くなくなってくる。これはね、私もすごい、分かると言いますか、振り返るとそうだったなというふうに思うことがたくさんありますよね。まあ夫婦関係、話を聞いたんだろうか、耳をちゃんと澄まして意識しないと聞こえない音、相手は話してると思ってるけど意識が相手に向かっていないと、要は聞こえてるはずなのに心が、あるいは脳が受け止めていない話ってなかったかっていうことですよね。子供との関係もそう、介護に置き換えると高齢者の方々の言葉に耳を澄まして、その人の話を聞こうというふうに意識をして向き合ったかどうか、これが耳を傾けるという意味で、ただこの聞くということじゃなくて、耳を傾ける傾聴という、そういうところに実は心の不満というものが紐づいていますよというふうに野口さんは指摘をされるんですね。あ、そうだなというふうに思いました。先ほどちょっと申し上げた、あ、ここだったら音が聞こえないって言いますかね、ライブができる道路の走行が入らないかなと思ったところに、実は2倍3倍以上の車が通る音が実は録音されていたということに気がつく。体は聞いてるのに意識が聞いてないというふうに思うということですよね。これを実は日常の中に置き換えて、特に介護の仕事という中に置き換えてみたりすると、その本当に聞いていたんだろうか、耳を澄まして聞いていたんだろうかというところにちょっと振り返りをしてみています。まあ、簡単に言うと、そういう意識で聞いていないことが多いのかもしれないなというふうに思ったわけですね。そして例えばこれ夫婦の関係の事例としてお聞きしているところなんですが、例えば夫婦の場合ですけどね、あるいは高齢者と介護士の関係でもいいと思います。あるいは私で言えば、私と昔で言う介護士との関係、聞いてるだろう、聞いていますよとか言っても、相手は聞いてもらってないというふうに思って不満に感じていることがある。お母さんは話聞いてくれないかな、話を聞いてくれないなとか、私たちのこと分かってないな、現場を知らないよねっていうふうに盛んに介護士の人たちから言われてきました。よく現場の人たちが言うのは、施設長は現場知らないから理想論語るんだというようなことをよく、直接面と向かって言うというよりも、そういうふうに言ってますよっていうふうに間接的に指摘されることが多かったわけです。で、そういった時には理論的に論破をしていくわけですね。いや、そうじゃないだろう、立場が違うだろうというようなことで言えば、その時にみんなはどう感じていたかっていうと、この人は私たちの話を聞いてくれていないという不満が、そういう言葉に跳ね返ったんじゃないか、そういう言葉で返ってきたんじゃないかというふうに思うわけですね。こちらは聞いている、でも相手は聞いてくれているというふうに感じていない。これが家族の関係の中で起きる、俺は聞いてるよって言っても聞いてもらったというふうに思っていない。すぐやっぱりね、
指示をする、アドバイスをする、コメントをする、質問をする、相手の話を遮る、そして解釈を勝手にするというようなことが実は相手の不満を作り出しているというふうに心理学者は指摘をしているわけですね。そしてこれはアドラーの心理学の中にも出てくるのが、その課題っていうのは誰の課題ですかという課題の分離という言い方を心理学でしていますけど、話している人の課題を自分の課題として受け止めてしまうと結構辛いものがありますよね。あるいは自分の課題を奪い取ってしまわれてしまうということ、ただただ話を聞いてもらいたいのにその課題を自分のように受け止めてアドバイスを始めるということが起きていないかということを指摘されているわけです。で、私は振り返ってみると、いかに相手の課題を自分の課題として、これ必要なことだと思うんですね。アドバイザーとかコンサルタントとか、あるいは管理者、あるいは支店長という立場になった時に、言い方を変えると現場の悩みを受け止めて、で自分の課題に置き換えてそれを解釈して、それはこうだよね、こういうふうにしていこうというふうに判断をする仕事ですよね。それはそれで必要なことなんですけど、そうじゃなくて相手の立場に立って話を聞いたかどうかっていう話になってくると、少し振り返りをするとそうじゃなかったかなというふうに思うわけですね。アドバイスをするとき、それから教育をするとき、説明をするとき、もちろんこれは重要ですが、相手の話を聞くときに、というときに相手の課題を奪い取って自分の課題のように話し始めるということは避けなくちゃいけない時があるということをちょっと振り返っているわけですよね。それで何度も何度も実は自分の課題として受け止めてきたわけですが、昨日の耳を澄ませば道路の音がたくさん入っていることに全く私の意識が気がつかずに、あ、ここは結構静かだなとか、そういう解釈でやってみて、後でその放送を聞き直してみると、こんなにたくさん音が入っていたんだ。その音に気がつかないまま場所を選んだ。まあ、今日もそうかもしれません。でも今日はですね、いろんな場所をこの隅田川のほとりの遊歩道の中で検証して、音が少ないところ、ちょうど橋と橋の間、まあ、近くに橋があったとしても、そこは幹線道路じゃない橋から離れたこのポジション、そして人があまり通らない場所、そして隅田川はですね、このうねってるですね、カーブがあって、場所によっては風が吹く場所と風が吹かない場所があるんですね。これは歩いていながら、歩きながら私が感じていることなんです。必ず風が、風を強く感じる場所がある。そこにいると、そこにはね、川の、なんていうんですかね、水面の、模様が変わってるんですね。風が吹いている水面と、風が当たってない水面の、この模様、小さな波模様っていうんですか。それがね、実は表情になって現れていて違うんです。ですから同じ面の川が二重っていうか二つに分かれて、風が吹いてる面と風が吹いてない面の表情は違うということ。これがですね、別な言い方をするとサブリミナル効果かな。これは広告の世界で禁止みたいなことが言われてるんですけど、ちょっと事実はちょっと分かりませんけど、脳が見えていない、あ、違うか。自分の意識が見ていない画像を実は脳が見ているみたいなね。でも自分の意識は気がつかないわけですね。それは画像の話です。要は目の前をパッと通って意識が捉えられないけど脳は見ている。なので喉が渇いて、例えば飲料水を飲みたくなるということが起きない、
起きるような広告を作ってはいけませんというのを学習して、サブリミナル効果というのがこの記憶に大きな影響を与えているというのは脳科学の中でもよく学んできたところです。あ、おうちで新聞の田村さん、おはようございます。石川さんもおはようございます。今日は音大丈夫ですか？ありがとうございます。こういうね、教えてくれるから今日の話につながっているので非常にありがたいですよね。私は必ず自分のライブは後で聞き直すんですけど、聞いてる最中に教えてくれると、まあ、そこの場で修正をすることもできるし、後で原因を探ることもできる。非常にありがたいです。本当どうもありがとうございます。そんな感じですよね。話がちょっと分かんなくなりましたけど、そうそう、サブリミナル効果か。これは、視覚、聴覚。だからね、聴覚、あるいは匂い。石川さんが提唱している感覚認証学の五感を、重要視した認証解剖というものを提唱されていますが、その五感全てにサブリミナル効果が働くんじゃないか。でもちろんその五感も記憶の一つなので、脳のどの場所によるのかによってその捉え方は脳感覚は違うというふうに言っていますけど、意識しないとわからない匂い、あるいは触覚、視覚、聴覚があるんだなというふうにちょっと思って、今日は不満の理由として相手の話を聞くっていうところにフォーカスをしていました。もう一つね、ちょっと例をお話ししますと、昨日3つのオンライン会議をやりました。で、そのうちの2つがですね、通訳の人が入ってるんですね。で、会議の相手は中国の方でした。で、中国の方で日本語が話せる方に通訳をお願いしながら、私は日本語しか話せない、それから中国語しか話せない人とミーティングをしました。で、通訳が入るので短めにまとめて言うっていう意識が働くんですね。そうして中国の方がお話をするときには何を話してるか分かんないんですけど、その表情を見てるしかないわけですよね。そして通訳の人が日本語に変えてくれる、あるいは私の日本語を中国に翻訳してくれるっていうと、実はですね、相手の話を取るってことができなくなるんですね。通訳を介して、じゃあ小川さん、さっきの説明をしてくださいとかと短く説明して相手の話をする。そうすると相手はこういう質問をしています、それに答えてくださいというような、そういう中にファシリテーターみたいな通訳が入ると、実はコンパクトに会話がまとめられるので、一方的に話を取っちゃうことが減るんですね。要はワンクッション入るということ、直接やり取りした方がいいに決まっていますが、改めてそういう視点で見ると通訳が入る会話っていうのも悪くないなっていうふうに思います。ただそれは通訳に入ってくれる人のやっぱ解釈力、言語力、一番は解釈力ですけど、その役割が大きいとしても、そうか、会話のリズムが変わるなというふうに通訳を入れた会議の中で昨日感じました。だからちょっとね、考える時間があるんですね。相手の話を聞いて通訳の人が日本語に変えてくれるときに何の話をしてるんだろう、表情を見てるしかないので、見てる。そして通訳の人が日本語に変えてくれた瞬間に、あ、そういうことだったのねっていう話。そしてそこで、じゃあどうぞって言われて話し始める。じゃあ今度はどうぞって言って相手も話し始める。まあこういう会話っていうのも、まあ一つファシリテーターっていうか進行役みたいな意味では、コミュニケーションの流れ、リズムが変わるなというふうに思いました。まあそういうことを仕事に、置き換えて、今日は不満ということですけど、相手が不満に思う理由は、実は聞いてるようで私って聞いてないよねという
振り返りと反省を昨日のライブのこの音の問題を聞き返しながら、幸せと自己実現の心理学者の野口よしのりさんのこのアドバイスを YouTube で聞きながら私なりに解釈をして、聞いてないな、そうか、相手は不満に思った、満足してないんだ、これが日常的に起きてないかっていうことを反省してみる今日の一日でした。はい、今日も聞いていただいてありがとうございました。またお会いしましょう。良い一日をお過ごしください。